皆さんこんにちは。今回は古い Mac に最新 OS を入れようとした結果についてお話ししてみたいと思います。自分の持ってる Mac は、Mac mini で2011年の発売のやつですね。で、それに対応している最新というか、最後の OS は、10.13 というやつなんですけれども、最近 Google Chrome を立ち上げると、MacOS 10.15 以降じゃないと、サポートしないよという、メッセージが出てきたりですね。あと Spotify も最新じゃないんで、ちょっと新しい機能はサポートしないよっていうのが出てきたりするんで、とりあえず MacOS の 10.15 これカタリナなんですけれども、これを入れれば、ある程度のソフトウェアのアップデートができるんじゃないかということで、これに対応している、裏技というか、パッチがあるんですけども、それが、カタリナパッチャーというやつですね。で、これを適用して、本来入らない、OS を入れてみようということでやってみました。で、実際にインストールはできたんですけれども、知られている問題っていうのがあってですね、Google Chrome、Spotify、他にも今いろいろあるとは思うんですけれども、実際自分がよく使うものがちょっと動かないと。で、これセキュリティ関係の機能でちょっと引っかかってるんで、それの回避方法自体はいろいろあるみたいなんですけれども、試したものの自分の環境ではちょっと動かなかったということがありましたと。は Wi-Fi と Bluetooth がなんか認識されないっていうことがあったということで、似たようなものでオープンコアレガシーパッチャーという、プロジェクトで、これも古い、ハードウェアに新しい OS を入れて使おうというそういうプロジェクトなんですけれども、これを使って今Mac で最新の OS であるソノマをインストールして使ってみようということで、これを使ってインストールしてみました。ソノマを立ち上げることができましたと。で、実際のところそのオープンコアレガシーパッチャー上でのソノマの挙動というか、それについてなんですけれども、実際のところそんなに早いということはないんだけれども、実際遅くもないという感じなんですけれども、で、機能的にはいろいろその結局のところハードウェアに依存した機能を使いたいソフトウェアっていうのがいろいろあったんで、今最新の Mac mini を買っちゃったという結果になりました。それではまた。